皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産、投資教室を始めていきたいと思います草子新聞、購読、視聴規約。ここでね、この動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第一条から第7条の文言を、大きな画面で一語一句お読みください。 ととてても重要なことが書かれていますべ、えー、てね一語一句承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができますどっか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたらこの動画を見ることはできませんそれでは今日もいってみましょう2019年4月20日土曜日暗号資産草コイン中野研究会今日のね千葉県松戸市は すすごく暑いですあの日差しがねもう常夏の島ハワイのようなね、さ、えー、すような暑さなんですけど空気がちょっと冷たいぐらいかな、でもね、家の中は暑くて暑くてしょうがないですね、もうエアコン全開っていう感じで,ですね、えー、常夏の島ねハワイに来てしまったということで、えー、憧れのハワイ航路ということになっております。 世の、えー、中はね世界的には昨日の金曜日から、えー、キリスト復活祭のイースターが始まりましてね、まあ、日曜日がイースターなので月曜日、振替休日で休みと、ね、ヨーロッパとアメリカねということで金、土、日、月と4日間、まあ、夜中連休ですからね、まあ、日本は、ね、10連休もう少しで来るんでね、まあ、楽しみ中の楽しみなんですが。 えっとね、だから昨日動かなかったですね、特に夕方ぐらいからね、1ミリも動かなかったですね、<laughs> ビビりましたね、さすがにね、こんな時にポジション取ったらやられまくりますからね、もう絶対見てたんですね、昨日はね、夜楽しかったですよ、9時10分ぐらいからね、12時10分ぐらいから3時間ぐらいね、えー、ライブやったんですよ。 楽しかったですね。まあもちろんよあの、日本中にね、住んでる人の街、えー、並みをね、Google Earth で見に行ったりですね、えー、ニューヨークに住んでる方のマンションを訪れたりね、えー、ニューヨーク、えー、繁華街ね、見に行ったりですね、あのみんなでね、あの海外旅行をした気分になりますね、Google Earth 使うとね。 あと僕がね、あの移住しようと思ってるオーストラリアのゴールドコーストあたりね、はい、あの、行ったんですよね、その Google ググハウスでね、見に行ったら、ものすごくですね、高級リゾート地があってですね、えー、っと、海のね、近くで家がね、ずっと並んでて、もちろん裏庭にはプールもありますし、そして裏にね、あすべての家にですね、ヨットハーバーがついてるんですよ。 はい、桟橋がついててね、ヨットを係留できる、す <laughs> べての家ですよ。うんで、それがもうリゾート地みたいになっててね、日本にも確かありましたね、あのハウステンボスに、えー、そういうところが、家が分譲されてたと思うんですけど、えー、あんまりないよね、やっぱり自宅の裏側が運河になっててね、それでヨット、まあ、クルーザー、ヨットを あの定約できて、そこから海にね、行けるっていうのは、なかなかないですね。そういう、えー、<laughs> 家がね、ゴールドコーストとか、もちろんニューヨークとかにもあると思いますけどね。えー、まあ、いいですね。<laughs> 特にあの、オーストラリアのね、えー、っと、南の方っていうか、北の方か、あったかいんでね、常夏なんでね。 はい、あのー、席上に近いからねからああいうところに住もうかなと余生はね住もうかなと思いましたはいそれでは今日はですね FX の海外講座の比較表ということで前回までは FX の国内講座と海外講座の比較をねやりました国内講座はねちょっと飲み込み飲み込みを行ってよく,よくてね法律上ねいやびっくりですね 海外はゼロカットがあるということで、お衣装が取れないってことでね。海外はね、リスクリターンのね、あの数値がむちゃくちゃいいんですよ。バルサラの破産確率表に求めるとね、リスクリワードっていうのかな、リスクリターン。少しのリスクだけでね、リターンがむちゃくちゃ大きいんですよ。こんなことはあっていいのってぐらいね。うん。でも、でもなんでそれで負けるのって話だよね。あとちょっとだけ、あとちょっとだけね、 視点を変えればいいんですね。コツコツドカーンを直せばいいんですよね。はい。それでは行ってみましょう。海外講座なんですね。FX の。で、こう6つ載せました。まあ人気があるところですね。で、一番左が XM ですね。おすすめです。で、タイタン FX。アキシオリーのトレードビュー。i f e x ランド FX ですね。で、まあ国につきましては全ての えー、FX 会社がね、まあ、多国籍企業なんですよ、えー。40国とか50国ぐらいに FX を提供してるのでね、FX サービス提供してるので、各国の言語で提供してます。なので、これといったね、あの国に属してはなくて多国籍機能企業なんだけど、まあ、本社がどこにあるかとか金融庁の、金融庁の登録をどこの国に登録してるかで違います。 はいまあ、ほとんどの海外の FX 会社はどっかの国の金融庁に登録されてますからねあの、まあ、日本の金融庁みたいなところに登録されてるんであ安心安全ですよ、うん、ほとんどの、FX、海外の FX 会社も、えー、信託あの信用金庫に、えー、預金を信託してますからあの会社が倒産しても、まあ、何千万何百万とか何千万ぐらいはですね、えー、お金返ってきますからね。 はあ、全然大丈夫です。あと創業年なんですが、若いとこもあるし、iFlex は1996年からやってるね。トレードビューは2003年からやってますね。あとは、XM は2009年で、まあ、10年前。<coughs> 2009年っつったら、ちょっと前のように感じるんだけどね。若い人から見ると、まだ俺赤ん坊の頃だよってなっちゃうよね、はい。だからリーマンショックの頃ですよね、2009年っつったらね。 でタイタンは2014年、アキショリ2013年だし、ランド FX も2013年、まあ、非常に若いかなと。若いけど、まあ、4、5年、5、6年経ってるって感じですね。特徴なんですが、XM は、ね、初心者って書いてあるんだけども、も、まあ、初心者からプロまでですね。すべて日本語ですごくもう分かりやすいですね日本。人向けのサービスは日本語が素晴らしいです。 あとはビデオなんかも日本語でね、喋ってくれてるし、ホームページも日本語ばっちりだしね。あと日本人スタッフが専門に対応してくれるんですよ。メールの返事も早いし、えっ、ー、と、日本人がいるときにはチャットでのですね、えー、質問ができるんですよ。チャットってね、あのリアルタイムなんですぐ返ってきますから、質問がね、えー。まあもちろん電話もできるんですけど、あの初心者からプロまで。 でタイタンはまあ本格プロ思考ですね。まあ、初心者には向いてないって感じかな。もうすべて分かってる人向けって感じですね。まあ、初心者に対して事細かく、ね、あの説明するということはして,てない感じですね。で、アクシオリーは中級者向け。トレードビューもは上級者向けと。アイフレックスは一発勝負やって言われてんだけど、まあそれはね、ロスカット水準が0%までいけばロスカットされる。 ので最後の最後の粘り粘ることができるってやつなだけなんですよでこんなロスカット水準までなんていうのはう普通持たないですからこれはねあのフルフリくんとかさ <laughs> あの <coughs> えっ、ー、とニコ玉のし最近はあの YouTube でもやってますけどフルフルフリくんとか、えー、いるよねあの FX 芸人っているじゃないですか。うわぁ、もうダメだーやめめドカーンつって。まあ、最近は FXYouTuber のドラさんとかね。えー、FXYouTuber のドラさんが、う 、응、 ん、あのー、FX 芸人になっちゃったかなって感じなんですけどね。はい。で、その、ロスカットを見にですね、日本中の人が集まりに来るんだよね。 でドラ、まだスロスカットされないかっつって。<laughs> まあ、ちょっとね。はい。で、まあ、まあ、僕たちね、中野研究会では、こんなロスカット水準を意識してね、計算しなくちゃいけないようなトレードなんかしませんから、はい、もう何百パーセントとか、 まあ何千パーセントの水準でトレードしますからあとあとね何ピブスで、えー、強制ロスカットされるのかゼロカットされるのかその計算する必要ないですから最初から計算してから、えー、トレードするしその計算なんかする必要ないぐらいに <laughs> 安定思考でのトレードでやってますからまあいっぱい勝負やって書いてあるけど、まあ、こういうことやっちゃダメだねロスカット水準を意識するような トレードをするっていうのは、うん、よくないですね。まあお金増えないですね。で、ランドエフェクスは中級者以降以上と。で、最大レバレッジ、これ重要ですよね、やっぱり。重要だと言,わ言いつつもですね、えー、やっぱりね、リスクリターンというか、バルサラの破産確率表をもとにね、えー、っと、まあ僕たちはですね、行動計画、まあ、こう、自分のトレード 行動因数分解をして何をやったらいい何をやったらいけないっていうのが出てくるんでね細かくねそれについてそれに基づいてですねやってるだけなので最大レバレッジはたい100倍もあれば十分ですねはい200倍とか300倍なんか使わないですねはいそ,そこら辺使っていくとやっぱり一発勝負屋でどこかでドカンってやられますからやっぱり100倍以下ですね だからまあ888倍を使ってもまあ枠は取っておいてえ例えばどん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 上に上がるとかね一気に下がるとかいう時にはえ200倍か300倍くらいどんどん積み重ねてもねどうせ下がるんだからっていうのはありますけど一気に盛んにね下がるとき上がるときは風林火山のようにどんどんかけていきますがそれ以外のときはたい80倍か90倍くらいですねそれでまあ えー、数万円から数く数十億を目指してるっていう形になります。まあ、よあの全然大丈夫ですから。はい、それで、まあ、レバレッジ形容ですね、自分で計算できないと、やっぱり資金増えないしまぐれで増えたとしてもね、まあ、100万円そこそこでやっぱり減っていっちゃうんだよね。はい、あとは4、500倍が多いですね。多いです。 まあ十分です、こんなん。十分なんで、100倍もあれば十分ですね、これね。はい。余裕です。大丈夫ですよ、こんなあの、はい。で、まあ、だから、例えば800倍、888倍使えばすぐに1億円になりますけれども、ただ、やっぱり、一発、コツコツドカンが来た場合にねい、一気に全部なくなっちゃうから、そういうリスクをヘッジする形での投資をしていかないといけないんだよね。で、ロスカット水準は、えー、証拠金一律ですね、これ。 ま拠金の20%まで耐えてくれるとまあ、普通は100%なんだけど日本のね日本のやつはねでまあ日本にもロスカット水準っていうのはあの FX 会社1社1社によって違うんですよ例えば夜朝の6時 5, 5時55分5時55分から6時1分をまたいだところでロスカットが発動するとかねえー、100例えば50%過ぎたら10 1分間隔で、えー、発動するとかねいろいろあるんですよねはいでこんなの,あの20%以下なんか絶対ならないから大丈夫です、ね、<laughs> まあやり方次第ですよだから本当に研究に研究を重ねなくちゃいけないので1人でやってたらやっぱり何年もかかっちゃうよねうんみんなで一緒にやらないとねでドル円平の平均スプレッドは XM1.8 ぐらいですね タイタンは1.03ピプス、アキセより0.9、トレードビュー0.6の i f l e x 2.0、ランド FX 0.8ですね。まあそんな、<coughs> XM と i f l e x 以外は結構低いんじゃないですか。これトレードビュー0.6だしね。うん、低いと思います。ただ、そうですね、まあ、自分、 XM はね、何がいいかっていうとねあの、トレードしてる自分自身にもボーナスがもらえるんですよ。やればやるほど、えポイントが貯まってくるんでね、そのポイントはあの普通の現金のように FX でかけられるんでね、それが本当にいいですよ。あのバカのように溜まってくるんでね、はい、あのレベルがあるんですけどねで。最低取引枚数は100通貨ですね。XM はね、タイタンは1000通貨0.1万通貨か。 1000通貨なんか、もう100通貨なんかやってもしょうがないからね。1ピプス1円か。1000通貨で1ピプス10円しかなんないもんね。1万通貨でようやく1ピプス100円しかなんないでしょ。1000通貨とか <laughs>、1ピプス10円やってらんないですよね。ましてや100通貨1ピプス1円なんかきついね、やっぱね。うん、で、日本語サポートは全てありますから、あの全然安心してできますね。 はい全然大丈夫です。で、ボーナスキャンペーンは、XM と iFlex と r フ n ッ f x が豊富にあるということですね。まあ、だから入金したら倍になるとかね。まあ、iFlex とか30万とか40万まで倍になったりするのかな。まあ、他にもね、1000万円まで倍になるとかね、そういうとこもあるよ。海外のね、他のところですけどね。 あと、透明性はほとんどが NDD 方式ですね。飲み行為を行ってなくて、i f l e x と LandFX は飲み行為をやってる感じですね。まあ、正式には発表しないんですが、はい、あの、NDD とは歌ってないのでね、あの、かなりちょっと怪しいということですね。はい、i f l e x l a n d ただ人気がありますよね、やっぱり。一発逆転で、やっぱり10万、20万、あの、最後にね、借金抱えて、 今月中に3000万稼がなくちゃいけない、5000万稼がなくちゃいけないっていう人がいてね。で、10万しかないと。でも、それで、400倍のうち、今200倍ずつね、あの転がしていけば、やっぱり1ヶ月以内に10万が1億、2億になるわけですよ。だから、あの、それでね、出金もきちんとできんだよね。DD 方式なんだけどね。<laughs> そこら辺がやっぱり <coughs>、海外人気ありますね。口座凍結されないんでね。 でスキャルピング規制なんですけど、あの基本的には NDD 方式はないですね。きちんと、えー、1回1回のポジションをですねインタ、インターバンク、インターナショナルバンクに発注してますからね。だからもうどうぞやってくださいとも、ね、XM をね、数秒でカチャ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 やるやつ、いい OK ですとで。特にアクシュリーとトレードビューについては、C トレーダーっていうですね、MT4 みたいなツールがあって、 あのスキャルピング専用のですねえツールがあるんですよ。XM、MT4 みたいなやつでね。シートレーダーって1回カチャってね、クリックするだけで、え僕では使ってるわけないからわかんないんだけど、クリックしただけでですね、えー、っと、IFO が設定できるんだよね、きっとね。だから、利確と損切りをね、えー、いっぺんにできるんですよ。ポジション取る。 のと同時にね、ロングとかショートで、一回、まあ、ま、ガチャってやっただけで、えー、同時に、まあ、取れると。まあ、国内でもそういうとこあるんだけど、<laughs> まあ、それをもっと早いやつだね。もっと他にもいろいろできる。まあ、多分ですね、あのーえー、トレーリングストップも設定できるんじゃないかな。ワンクリックで。ワンクリックで IFO、まあ、理覚損切り、あと、トレーリングストップ、 これワンクリックでできると。でやっぱりスキャリピングのね一応一番重要なところは利確をね設定しないと自分じゃね利益確定できないんですよね。もっと上がるんじゃないかもっと上がるんじゃないかって言ってでそのまま落ちてくるんですよね。で逆にまあ損切りもできないと。でいやすぐ上がるすぐ上がるって言ってるうちにまあドカーンって落ちていくということでポジション取って 取ると同時にですね、えー、理学と損切りも同時に入れないと人間っていうのは利益も出せないし、損切りもできないんですよ。で、あとは、あの、理学まで行かなくても、途中で下がってきても自動で決済してくれるっていう、えー、トレーニングストップね。これ1、2、3つですね。3つを同時に入れてくれるっていうシートレーダーこれ便利ですよ。だから皆さん1回やられてみたらいいと思いますよ。薬師よりとかトレードビュー。 でですねあのスキャルピングで食べていきたいと。はい、という方はですね、まあ、スキャルピング儲かりますからね、はい、なんで日本の FX 会社やってて全然食っていけないのかっていうのは、DD 方式なんでね、儲けにさせないようにしてるわけですよ。でスキャルピングやったらですね、あのチャート、ローソカシがね動かないようにプログラミングされてんだよね。 それでインターネットバンキングいわゆるですね世界標準のドル円とかねあの外国為替の価格を操作して表示していいってことになってるんですよ日本の金融庁の法律では各 FX 会社日本のね FX 会社が国際的なですね為替価格に上乗せしてね自分の都合のいいように上乗せして えー、自分のお客さんにね、提示していいってことになってんだよね。それ法律上許されてんですよ。だから民事裁判やっても負けますよ。刑事裁判はも,もちろん相手にしてくんないからね、警察がね。民事裁判やっても、それ法律上いいってなってんじゃん。つって、お客さん負けですよ。って終わりなんですよね。だから勝てないんですよ。何 <laughs> やったってね。何やったって負けるようになって。まあ、これね、わかんないからね。憶測で言ってるだけなんで。 海外はね、あの、そういうことないです。もう、ノン DD なんでね、えー、国際的なインターバンク市場に、えー、発注をね、出してくれて、大発注してくれてるから、あのー、まあ、これ XM とかね、タイタンとか、アクシオリ、トレードビューっていうのは、お客さんも勝たないと自分のところも手数、手数料だけで食ってるからね、この、スプレッドだけで食べてますから、 お客さんがずっと永続的に買ってくれないと、このスプレッド手数料をずっともらえないということなのでね、一生懸命ね、買ってくれ、買ってくれっていうような態度を見せますよ。で、i f l e x とランドについては、日本と同じような考えなんで、ちょっと厳しいですね。で、実質ありなんです、スキャル規制はね。スキャルピングやるなと。儲かっちゃうからと。お前ら、儲かっちゃうからやるなと。で、口座は凍結されないけど、ここのど、まあ、スプレッドが開くんだよね。2.5とか3とか4とか。 えー、常時24時間開いちゃうので、おこんなのやってらんねえじゃんって、スキャルピングができないとともに、まあ、普通のトレードもできないじゃないですか、そんな広がってたらね、24時間広がってたら、だから、まあ、実質的には追い出しになりますよね。口座凍結っていうか、もうここじゃできないってって違う会社に行けっていうことですね。で、約定、約定力は抜群ですね、全部。もう全然問題なしです。 はい、特に、えー、このノン DD っていうのはものすごく早いですね。で、えー、DD 方式はですね、特に日本のやつはですね、約状しないケースが多いですね。いざという時、チャートが動き出してですね、ローソクが動き出して、儲かる儲かるっていう時に限って約状しないです、えー。儲けられたら困るからですよ。はい、発注してねえんだからイ、インターネットバン、あの、インターナショナルバンキングにね。 発注してないからお客さんが設けられたら自分のね、あの会社の預金からお客さんに払い出さないといけないので、設けられないようにですね、えー、まあ、こんなこと言っていいのかな、まあ、DD 方式の会社は日本を含めてね、DD 方式の会社っていうのはわざと約上しないようにするんですよ。クリック何回押してもね、ブブ、ブブ、ブブ,ブ,ブってなるんですよね。はいサーバーがあー高負荷になってますとかね、そんな感じ。でね、あの発注させないようにするんだよね。 デモトレードの場合はね、平気で発注かかるんですよ。デモだから、お金払い出さなくていいからね。でも、本ちゃんのリアルトレードになるとね、全く注文入らないです。分かんないです、えー。DD 方式の場合ね、日本も含めてね。だからちょっと気をつけなくちゃいけないっていうのと、お衣装ですね。海外はもう、海外っていうかまあ世界標準で、お衣装なんかやったらまずいだろうと。投資家保護の観点からね。 うん、ゼロカットなしと。まあ、だから NDD については、えー、どうしてお衣装なしか分かんないんだけど DD 方式の場合はお衣装なしでもいいよね。どうせ発注なんかしてないんだからインターバンクに、ね、発注してないんだからマイナスになってないんだからそもそもあの FX 会社はね。プラスにもなってないしマイナスにもなってないわけですよ。だからゼロカットでもいいわけですよね。お衣装なしでもね。 国内の <coughs> FX 会社は、お衣装あるんですよね。はい。自分たちは、インターバンクに発注してないから、自分たちはマイナスになってないわけですよ。何にもないわけですよ。でも、あのー、計算上ね、お衣装があるだろうっつってね、金くれ金くれって言うんですよ。でもそれね、ごめん、お金ないから許してってね、何度も何度も言うとね、じゃあいいですよ、今回はってね、言ってくれた YouTuber がいたみたいですね。 うん、だってどうせあの損してないんだからね、DD 方式の場合はね、はいで NDD の場合は損してるわけですよね。インターインターバン,バンクから請求が来るわけですよ。あの金くれと。ただまあ約約定力がすごく良いですね。サーバー使ってるので、実質的においしょはね、あの実質的に発生しないんですよね。インタネットインターバンクの方でも。 自動で切っちゃいますから、実質的にはですね、インターバンクからのお衣装請求っていうのはないんですよ。インターバンクからのお衣請求がないんですよね。インターバンクのサーバーってむちゃくちゃ早いから、えー、相場が急に動いたからってね、滑って、スリップしてですね、えー、ごめん、つって強制ロスカット、ゼロカット間に合わなかった、お衣装ちょっていうのはないんですよ。だから、まあもちろんですね、だから、えー、滑ってですね、 プラスの方に滑ってね、お金渡すっていうこともないんですよ。だから、あの、世界的にね、あの、これ、お衣装っていうのは発生しないんだよね。絶対に発生しないんだけど、あの、嘘ついてね、国内の会社は請求してんだよね。で、それ、あの、口座解説の時にね、OK ってやっちゃってんですよね。規約 OK ってね。いや、細かく見ないとダメですね。だから、インターネット版、 そそうそうインターバンクでおいしょインターバンク自体がお衣装っていうのがないから、だから、あの、世界的にないわけですよ。なし、お衣装なんか世の中にないんですよ。そもそもないから。でも日本はね、なんかあ,あるような感じって言ってですね、はい、追加でくださいって言って、ボルモケですよね。はい、あんまりね、こういうこと言っちゃいけません。で えー、XM とかはね、ゼロカットでないので、まあ、どんなにですね、えー、高レベルレ値でお金をかけてて、逆の方行ってもですね <laughs> あの、マイナスになっても、追加でお金払わなくていいんですよ。それで、わずかまあ、ね、数百円とか、数千、数万円入れただけで、888円もかけられて、プラスの方に行ったら、 むちゃくちゃお金が増えるわけです。マイナスの方行ったら、拠金だけもらえばいいですよってことなので、リスクリワード、いわゆるリスクリターンの比率がむちゃくちゃ高いんですよ、海外って。うん。で、それで、まあ、あの、例えば、ニコ生のグフフさん、GFF さんっていうのは、えー、手元資金10万円をですね、3ヶ月で6億円にしたという主ですね。で、まあ、その後、ちょっと、 大きく勝負してなくなっちゃったんですけどね。6億円全部ね。だ途,途中でどこで辞めるかが勝負だね。やっぱり1億円まで行ったら一旦辞めた方がいいね。まあ、1000万円行ったら辞めてもいいし、5000万、8000万、1億行ったら一旦半年1年辞めてね。うん、遊び海外旅行行くと。で、そしてまた、えー、手戻し金50万ぐらいからスタートすると。全部ずっと証券口座に、FX 口座に入れておくと全部持ってかれちゃうから、 あのー、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ出勤しながらやっていくっていうのがミソですね。はい、ミソです。まあ、100万、200万ぐらい入れとけば、あのー、はい、すごい。まあ、毎月多分1000万か2000万ぐらいいくんでね。全然余裕ですね、100万。だから、500万、1000万なんか入,入れる必要ないからね。これ、ハイレバレッジ効くからね。はい、だからどん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 出勤して、うん、だからまあ、 例えば、1月にね、5億、10億稼ぎたいっていうんだったら、必要ですけどね。そのぐらいね。うんただ、だから、比率を考えながらね、貯金がちょっとずつちょっとずつ出金しながら、貯金が10億円ぐらいできたと。そしたら、1億円ぐらい入れてね。で、毎月5億から10億ぐらい稼いでいけばいいと思いますよ。5億、まあ、そんな稼げるかな。1億だったら、ま、2億から5億ぐらいかな。うん。 金がねね億だったら、ね、はい、ということで、まあ、簡単ではございましたが、以上になります。とにかくね、あの、追いしようがないでしょ拠金以上取られないでしょまあ、逆に言ったときに。それで、プラスの方行ったときには、888倍の利益が出ると。とんでもないですね、リスクリターンでしょあの、数学、単純数学で計算してもね。 でもあの、勝てない人がいるっていうのはどういうことかっていうのは、おいおいね、やっていきますし、中野研究会、毎晩10時半からそのことについて議論したり、まあ、全部わかってますけどね、あのまあ、インターネットにも出てますしいわゆるコツコツドカンでね、うん、テクニカルチャート分析だけでやってると、ファンダメンタル指標が、ね、あった時の地,地獄でドカンとやられると。 はい、だから、木を見て森を見ないとだめだし、森だけ見ててもダメなんだけどね、そこら辺は、えー、どうやって行動をしていけばいいかという行動分析をバルサラの破産確率表を用いながらですね、そのバルサラの破産確率表に出ている行動をですね、行動因数分解をして、えー、一つ一つですね、FX トレーダーの行動について細かく、えー、約束ごとを決めたのが中野研究会ですね。 はい、基本的には99%は待ちですから、うん、で待ってる間は絶対ポジション取っちゃいけないですね取ったらもう負けますからここ、はい、を強くしないといけないし1人でやってると、ね、強くなんかできないからやっちゃうんですよね、どうしてもねそうすると負けちゃってですぐ取り返そうと思ってまたやっちゃうんですよねであっという間に1日でなくなっちゃうのでね、はい、絶対ポジション取らないっていう強い意志を 撮るためにはみんなで集まってですね、まあ、朝から晩までもいいですけどねみんなで、まあ、集まっててネット上で集まって議論を交わしながら、まあ、たまには世間話たまにっていうかほとんど世間話したり、えー、海外移住どこがいいとかね、うん、この間ここ行ってきたよとかねそういう話はねみんなでしたりしててあとはチャート分析とかファンダメンタル分析 はえー、何ちにのだったらこうかなとかだなとか、えー、あと仮想通貨のことについてね、話し合ったりしてます。あとまあ、不動産投資とかね、<laughs> 海外移住とかね、海外に住んでる人も今、もういっぱいいますからね。はい、ということで今回は FX 海外講座の比較をいたしました。次からの動画では、えー、XM ですね、XM について説明をさせていただいて、 えー、リアル講座の解説、まあ、デモ講座の解説も作ろうと思いますけれども、XM の、XM について、会社説明、ホームページに見ながらね、会社説明したり、えー、リアル講座の解説したり、MT4 のダウンロードと使い方の説明をしたりですね、えー、実際にトレードしたりしていきたいと思います。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。